第1ステージです。全8つの難関からなるこのコースにこれから挑んでまいります。それぞれのエリアを攻略するには技術とそれを補う集中力が必要です。繊細な神経とそこから生まれる集中力が結果を左右いたします。さあ、敵は進化し続ける鋼鉄の魔杖。その姿はかつて敗れ去った者たちの魂が作り上げた造形なのでしょうか。日常に飼いならされることを拒絶した魂を、今その魂の雄たけびを聞け。究極の肉体サバイバル、家の中サスケ。さあ、挑戦者はミスター家の中サスケ高橋涼。商店街サスケや川サスケなど数多のサスケを攻略してきた高橋。最も知り尽くした自分の家でのサスケはどんな動きを見せてくれるのか。さあ、勢いよくスタート。さあ、最初の難関はダンボールステップス。潰していった。危なげなく潰していきました。続いてはフォーリングザキー。押してくる鍵を瞬時に掴まなければなりません。さあ、ゴーゴーと音を立て悪魔が口を開けていきます。掴んだ。高橋、危なげなく掴んでいきました。鍵を獲得です。ちなみにこの鍵は特に今後使うことはありません。続いては難関、反り立つ壁。今日も立派に壁が反り立っています。感謝しました。着実に感謝していきます。高橋、反り立つ壁もクリア。続いては段ボールリフティング。立ちはだかる総重量 50g の段ボールを己の腕力のみで引き上げなければなりません。さあ、高橋、手をかけた。引き上げていくが、ここは苦しいか。体力が削られていき、厳しいところである。ただ時間も差し迫っていく。いけるか。引き上げていきました。高橋、底力を見せました。こちらもクリア。続いては難関、クリフハンガー扉。己の指先に全神経を集中して扉を締め移動しなければなりません。さあ、高橋、神経を集中していきます。体の振り子を使って掴んで体を体重移動し締めました。高橋、身体能力をまざまざと見せつけていきます。続いてはキャリーザロープ。安定しないキャリーケースの上に乗って己の腕力のみでロープを引っ張って移動していきます。おっと、これは危なげない。スルリと引っ張っていく。危なげなくゴールにクリア。着地もお見事。さすが実力者です。続いてはスパイダー歯ブラシ。両手で体を浮かせて足のみで歯の歯垢を除去していかなければなりません。さあ、ここまで危なげなく完璧な展開です。余裕の表情、まさにポーカーフェイス。さあ、膝に紐を向いていく、結んでいく手も、お手のものといった感じです。さあ、全神経を膝に集中していきます。さあ、浮き上がって、磨いていく、奥歯、前歯、剣歯、全部磨いていく、奥の方のおえっとなるところも磨いていきました。思考が除去されていきました。クリア。そして忘れずに後ろの扉も足で開け、クリア。着地も完璧です。この男の力、底知れません。そして最後は最難関、サーモンラダーフロバ。多くの挑戦者たちはここで無残にも敗れていきます。高橋、ポールに手をかけます。まず手前の溝にポールを引っ掛け、そして上半身の勢いを利用して奥の溝にポールを引っ掛けなければなりません。そして奥のボタンを押せば完全制覇です。しかし高橋、壁側に足を固定されています。要するに前傾姿勢、上半身のみで移動しなければなりません。さあ、高橋、集中しています。引っ掛けた。見事引っ掛けました。しかし本番はここからであります。すでに前傾姿勢、コントロールできる時間はまさに一瞬。さあ、高橋、振り子を利用して一旦精神を統一します。怖いんです。さあ、高橋、覚悟を決めた。行くのか。行った
びちょびちょです。高橋無念の敗退です。しゃがみ込んだー。